ハロー YouTube、えー。今日はですね、先ほど飛び込んできたニュースです。えー、電撃ネットワークのですね、南部トラタさんが脳卒中のため亡くなられたということで、まだ72歳ということで、えー、早すぎる死だなということです。あの、先ほどマネージャーさんからもですね、電話いただきまして、えー、2日前からですね、倒れて病院でそのまま意識が戻らずに、えー、亡くなられてたということで、 本当あの、僕はあの年末にですね、ミュージカルクリスマスキャロルにですね、えー、ゲストとして出ていただいて、それもですね、えー、去年あのマネージャーさんとお久しぶりにお会いして、えー、南部さんがあの、ぜひあの、一緒にまた仕事がしたいということでですね、まあそれでゲストにお呼びして、えー、なんか爆竹とかですね、ああいった派手なことはできなかったんですけれども、えー、芸ゲイをね、えー、していただいてですね、 非常に、あの、場もめちゃくちゃ盛り上がりましたし、え、非常に、あの、またですね、実は、あの、今年もですね、え、8月末にですね、え、別府温泉で、別府温泉ぶっかけフェスという、去年もやった、あの、フェスがあったんですけれども、そちらの方もですね、今度は野外ということで、あの、もう最近なんかその、爆竹とかですね、あの、派手系の花火とかですね、そういった系ができなくて、ほんとあの、 どこも出禁になっちゃってですね、室内ではできないんですっておっしゃられてたんで、あの、いや、うちはもう野外フェスなんで、バンバンやってくださいっていうことでですね、僕もあの、すごく楽しみにしていたのでですね、すごくその、温泉仏閣フェスとですね、非常にあの、相性いいだろうなと思ってたんで、南部さんの舞台がですね、見られることをですね、本当に僕はあの、楽しみにしていただけにですね、今回の早すぎる不法不はですね、 すごく残念です。結構ショックです。ご冥福をお祈りします。